ようこそお越しくださいました。まず、皆様にご挨拶をお願いいたします。はい、この度、セデスの新明治キャラクターを務めさせていただくこととなりました。川口春奈です。よろしくお願いいたします。うん。でもやっぱり食事は体に入れるものは。まあ、ある程度はこう気をつけるというか。あの、なるべくこう。ナチュラルなものというか、自然なものを口にしたりとか。まあお 多く水分を取ったりとか、そういったことですかね。うん。ね、撮影が続くと、お弁当が続いて、結構バランス調整大変ですよね。そ,そうですね。まあ、でも、そこも、なんか、自分の体と相談しながら、機嫌、うん、を取りながら。あまり無理せず、うん、まあ、ちょっと気にするぐらいで、やってますねああ。そうなんですね。はい。やっぱり、何をするにも、体が資本になってきます、ねうん。そうですね。まるまるだったら、すぐ、まるまるです。お願いします。 癒しの時間が欲しくなったらすぐキャンプですと考えましたキャンプを好きなんですかキャンプというかキャンプももちろんですけど自然というかねなんかそういうあのー、自然を欲してますね、うん、のなのでちょっと時間ができたりとか1日2日あればあのー、そういう自然な豊かなところに行ってこう。 焚き火火でもしてその火をじーっと見つめながらもう本当にやっぱ自然の中に身を置くことで人間ですごくこういろんなものが何かこう解放されるような気がして最近はそういう時間がすごく癒しだなと思ってますじゃあキャンプでも割とみんなでワイワイとかっていうよりはこうじっくりと向き合う時間も楽しいですやっぱそういう場所に行くってだけですごくリフレッシュにも なりますのであまり1人で、まあ、愛犬がいたりするのでワンちゃんと一緒にこう、はい、お散歩したりもそうですけどなんかそういうところに身を置くことがすごくこう今の自分には必要なのかなというふうに思ってます、うん、キャンプで例えば釣りをしてそれを食事したりとか、はい、結構お料理に凝ったキャンプとかもされるんですか、はいはい 料理はそんなに得意ではないのでもう本当に簡単なものを焼くとかお肉焼くとかちょっとお鍋するとかそういう感じですねあとなんか最近はその空間でサウナサウナ施設がこう併設されてたりとかするところもありますのでそういうところで汗をかいてなんかこう癒されるっていうのもすごい素敵だなと思います。 ということはあれですねこの癒しの時間が欲しくなったとき、うん、例えばお休みが二日ぐらい取れたときは、はい、結構いろんな土地まで出かけて行かれますか。そうですね二日くらいあれば行きますね一泊とかで。えー、はいそうなんですね、はい、じゃあもう川口さんにとってはキャンプというかこの自然と触れ合うことがもう今最高の、うん、本当に贅沢なことだなと思います。